北朝鮮で暮らす寺越剛さんの母、巴さんが66回目の訪朝を終え、帰国しました今今回が最後ののだと話す智恵さん今の心境を語りました寺越巴さんの息子、剛さんは13歳の時に叔父2人と寮に出たまま行方不明となり、24年後、北朝鮮で生きていることが分かりました。 高齢や体調不良を理由に包丁を控えてきましたが家族の後押しもあり今月5年ぶりとなる66回目の包丁をしました今度お面のとこ来ることはできんわということは言わならんと思って言ったけどもここに詰まっとって言われなんだうん。でもあの子も お母さんこんにちはねまたこれねとも言わんし私も涙出たけどお母さん泣くと俺も涙出したけん <laughs> 涙涙で今回が最後の包丁だと心に決めている智恵さんたけしさんが北朝鮮で暮らし始めてからもうすぐ五十五年が経ちます。